旧品法、イングランドの旧品法、旧品法、プアー、ロースとは、近世現代のイングランドにおいて、貧民増加による社会不安を抑制するための法制を指す。1531年に給品が始まり、エリザベス給品法をはじめ幾度も改正が繰り返され、結果的に福祉国家イギリスの出発点となった。イングランド給品法は、 近代的社会福祉制度の先駆として模範の一つとされ、諸外国も福祉制度の導入にあたって参考にした。旧品法が整備される前、特に宗教改革以前は、旧品は教会の役割であった。修道院やギルドなどで自発的に貧しき人々への救済が行われていた。キリスト教の伝統により、貧しいことは神の心にかなうこととされ、 そうした人々に手を差し伸べることは善行であった。余裕のある者は、その寛大さを誇示するためにも、積極的に自発的給品を行った。また市民たちは競って貧民に文物を与え、それが死の誇りとされた。貧しい農民には、安い時代で農地を提供することも多かった。宗教改革は、こうした求品のあり方を一変させた。 マルティン・ルターは1520年に発表したドイツ貴族に与える書で、怠惰と貪欲は許されざる罪であり、怠惰の原因として物声を排斥し、労働を神聖な義務であるとした。都市が責任を持って真の貧民とブライ井野と親別して救済にあたる監督官を置くことを提唱した。カルバンはキリスト教公用でパウロの働きたくないものは食べてはならない。 新約聖書、テサロニケの信徒への手紙に三章十節という句を、支持し、無原則な給品活動を批判した。こうした思想はイングランドにも持ち込まれ、囲い込みなどによって増えつつある貧民への視線は、変わりつつあった。プロテスタンティズムの流入は、貧しさへの視線を変容させた。貧しいことは怠惰のゆえであり、神に見放されたことを表すという見方が、広がっていった。 さらに修道院解散が実施され、収入の高に関わらず高い時代を要求する地主が増えた。貧民は荒野や森林に住み着くか、不老者となって暴動を起こすようになった。こうした状況から、給品行政制度の必要性が意識されるようになった。16世紀になると、不老者の増加やギルドの支配力低下が起こり、従来の制度が崩れつつあった。 これには、農地の囲い込みが行われたためとの指摘もある。ヘンリー・パッセイの時代、1509年から1547年には、不老貧民が生きるために盗みを働く例が頻発し、7万2千人の貧民が死刑に処された。増え続ける貧民は、社会問題として、議会でも真剣に討議された。時の王ヘンリー・パッセイは、 こうした社会の変化に対応する必要を感じた。1531年、王令によって、貧民を病気等のために働けない者と、平らゆえに働かない者に分類し、前者には物乞いの許可を下し、後者には鞭打ちの刑を加えることとした。1536年、この王令は成分法化され、これが後の給品法の端所とされる。それまでの物乞いを禁止し、 給品の単位を教区、都市ごとに設定した。労働不能貧民には衣食の提供を行う一方、を、健常者には強制労働を犯した。間もなく、健常者貧民への過劣な待遇が問題視されるようになり、政府は給品制度の充実を図った。1572年、健常者貧民への無打ちなどを禁じ、各教区、都市に給品監督官を置いた。 監督官は、貧民の数を把握し、諸葛地域から、給品税を徴収した。この制度によって、それまで、自発的に寄付されていた、給品費用は強制挑発の形をりようになり、都市、教区によっては、給品税を支払った者に選挙権が付与された。さらにブライドウェル、強制委員を作って、強制労働の場を作ったり、親のいない子供を土手に出すなどの制度も追加された。 共生委員はを転用して、ロンドンに作られた。これが広まって各地にも同様の施設ができ、ブライドウェルと呼ばれるようになった。羊毛や鉄などを蓄え、貧民を収容して、厳格な規律のもと労働に当たらせた。労働の対価として、賃金も与えられたが、その労働環境は過酷で、労働を拒否する者や脱走者が後を絶たなかった。 この過酷さは時を経るにつれてエスカレートしてゆき、刑務所特別がつかなくなっていった。この処遇も、また社会問題となり、17世紀から18世紀初頭に、かけて、ブライドウェルは廃されることになった。旧品行政においては、各々の貧民が、労働可能な状態かどうかを判断しなければ、ならなかった。しかし、分類方法のガイドラインは存在せず、 旧品監督官の裁量に委ねられた。従って地域によって判断基準はまちまちとなり、ある教区では9割以上が不能品民であったり、また別の教区ではに、3人の例外を除き、可能品民とされたりした。こうした恣意的区分は20世紀初頭まで続いた。旧品行政は各地方が個別に言っていたが、手に余る教区、都市も出始めていた。 そこで1597年には最初の総合的な給品法が制定され、1601年にエリザベス給品法として知られる給品改正がなされた。この制度は17世紀を通じて給品行政の基本となり、近代社会福祉制度の出発点とされている。その骨子は以下のようになっていた。ミツイン・プリビカウンシル、中央行政機関。 監督官は、給品税を徴収し、税は、以下の費用に割り振られた。エリザベス給品法の特徴は、国家単位での給品行政という点にあった。エリザベス以前の給品行政は、各地の裁量に委ねられていたが、この改正によって、給品行政は、国家の管轄となった。以降、給品は、中央集権化を強めていった。 イングランド内戦が起こると一時的に機能麻痺に陥ったが1662年の小規模の改正によって立て直された。この給品法は現代社会福祉制度の出発点と評価される。一方、法の目的は救済ではなくあくまで治安維持にあった。従って、貧民の待遇は抑圧的であり続け、長寺院は強制収容所、刑務所と変わらない状態にあった。 時には、健常者と病気を持つ者を分け隔てなく収容し、長寿院内で病気の感染も起こった。こうした待遇から、脱走や労働拒否を試みる貧民は後を絶たず、一定の社会的安定をもたらす効果はあったものの、根治には至らなかった。このような貧民行政への底辺の不満が、新京都革命において、過激な形で紛失したとも指摘されている。 18世紀の中頃から、キリスト教的側面とは違って、世俗的博愛意識がイングランド中産階級に広がっていった。彼らは積極的に病院などに寄付し、そうした行為がジェントルマンとしてのステータスの一つとなった。この風潮の中で、長寿委員の劣悪な環境が注目され、様々な改革が行われた。その代表的なものが、ギルバート法を及び、 スピーナムランド制度と呼ばれるものである。ギルバート法は、長寺院の機能を縮小し、健常者には自宅で仕事を与えるという方針転換がなされた。これは、教区のいくつかが実験的に導入した制度が、結果的に失敗に終わったことにを発していた。17世紀末ブリストルで、複数の教区、都市が連合して、長寿院を建設し、 給品行政を行う制度を実施した。ブリストルの実験制度自体は成功し、治安の改善や、貧民の独立が見られた。この制度は、イングランド各地に広がり、中央でも長人院実験法を制定して、全国的に広めようとした。しかし、長人院の居住環境が、さらに悪化して伝染病の温床となるなど弊害が、起こった。そこで1782年、 トマス・ギルバート下院議員が提唱した、旧品法の改正が議会を通過した。通称ギルバート法と呼ばれる。この法は、旧品連合を認める一方、長次委員には、老人、病人のみを収容することと改められた。健常者貧民には、院外救済として、自宅で仕事を与えた。詳細は、スピーナムランド制度。1795年に始まる。 スピーナムランド制度は、物価連動制の因外給品制度である。パンの価格に、加減収入を連動させ、働いていても、加減収入を下回る家庭には、給品手当が支給された。これは、フランス革命の影響から物価が高騰する一方、収入は増えず困窮する農民、市民が続出したためである。バークシャー州、スピーナムランド村の治安判事は、貧民の救助を見かね、 対策を協議した。その結果、ギルバート法の院外救済の制度を拡大解釈し、パンの価格をもとに基本生活費を算出した。この基本生活費に収入が届かない過程には、その差額分を補填した。19世紀に入って、自由主義思想、古典派経済学が主流になると、給品制度にも影響を及ぼした。ギルバート法、スピーナムランド制度への批判や、 トマス・ロバート・マルサスなどの思想的系から福祉費用は削減される方向へ向かった。こうして成立した1834年の新旧品法の骨子は以下のようになっている。こうした諸改革の結果、旧品税は劇的に抑制することに成功した。フリードリヒ・ヒエンゲルスは最も明白なプロレタリアートに対するブルジョワジーの宣戦布告とこき下ろしたが、当時は 旧品法に甘える貧民たちに対する反感が勝っていた。超人員は史上最悪の環境となり、折しも広がっていたロバート応援など社会主義思想の影響からチャーティズムが凍った。イギリス全土に及ぶ貧民、労働者の暴動という事態を招き、資本家と労働者の対立を激化させることになるなど、結局は新旧品法も悪化をたどることとなった。 新旧品法体制への批判は徐々に強まっていった。産業革命後の労働者の休場や、長寿委員で骨をかじる貧民の姿がパンフレットを通じて広まると、19世紀後半には人道的側面及び社会主義思想から意義が申し立てられた。これを受けて、長寿委員の待遇はある程度改善され、旧品法委員会も廃止された。 しかし基本的な路線は新旧品法の方針が継承された。貧民の生活改善に取り組んだのは、もっぱら事前組織協会、COS をはじめとする私的な団体であった。しかし一方で、貧民が潜在的に労働者となり得ることも認識されて、来ていた。こうした考え方から二十世紀の戦艦期、特に世界恐慌の余波を受けて、福祉制度が充実された。 これを一つの契機に、イギリスで社会主義思想が大きく支持を集めて労働党が躍進した。給品法が最終的に廃止されるのは、労働党が政権を担った戦後、アトリー政権での1948年の国民生活扶助法成立によってであった。重症主義、資本主義の浸透は同時に貧民の発生を無意味していた。 ヨーロッパ各国は当初これを弾圧していたが、エリザベス級品法の思想、すなわち貧民を、ある程度救済することによって、社会秩序が保たれ得るという根本思想は、ビスマルクのもと、ドイツなど各国で導入され、貧民や労働者の生活改善策が実施された。一方で、民主主義思想の浸透に伴い、生存権への関心も高まっていった。 フランスでは1791年憲法が発布され、孤児を養育して病弱な貧民を助け、健常な失業者に労働を与えるために、公的救済の一般的施設が設立され、組織されると規定された。さらに1793年憲法では、公的救済は、神聖なる負債であると踏み込んだ表現にな、ドイツにおいても、バイマル憲法、1919年を行使とする、 社会保障制度が整えられた。日本において、旧品法と同種の初めての統一的法令は、明治7年、1874年の、十教規則であった。また昭和4年、1929年には、旧語法、戦後には生活保護法が成立し、生存権の法整備が進められた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。